はい、えー、背景カジサック様覚えてらっしゃいますでしょうか名古屋の枝豆君こと臼井正美でございます熱狂的中日ファンですねきらく君覚えていただけましたかはいえー、僕はねあの、先月の末にね「キングコング大好きバー」っていうのをですねあの、赤坂でやったんですけどそれから帰ってきたらですねまたなんかカジサックさんなんか炎上しているらしくて。 ね。また西野さんがなんか手紙読むんじゃないかなと思ってね。僕は6月12日にね。カエサックのじゃないと出演させていただきまして。あの時はね。なんか番組のスタッフさんが多分気を使っていただいたのか、ちょっとね。あのー、串カツ宮迫に関する部分ね。3分4分語ったのに全カットされててですね。で、結局オンエアで使われたのはね。 なんか名古屋の枝豆くんなんなかさっきから一言二言多いねみたいな、えー、ことだけ使われてた部分のさっきからの部分が。 カットされててね本当にまあね、カイサックさん結構燃えやすいということで、はい、ね、あの番組スタッフも気を使っていただいたんではないかなと思うんですが、なんかその上沼さんとの問題でね、炎上してるみたいですけど、まあ僕もね、ツイッターでツイートさせていただいたんですけどね、結局カイサックさんね、結局あの東京に住んではるじゃないですか、結構いい家に住まれてて、で、まあ熊本のカイサックの「ジャないト」に出演されてるっていうことなので、まあね、その途中の大阪にね、あのー、 忙しくていけないってことは多分ないと思うんですよ。で、まあ失礼ながらですねツイッターでもツイートしましたけれども、まあ、ギャランティーの方もですね、解釈区のじゃないとの方がそんな高いとも思えないんですね。実は僕、1回、まあ今年出ることになりましたけれども、え去年もね一応なんか出演の話があったときに、臼井さんとあの交通費が3000円しか出せないんで、申し訳ないですって言われて、いや僕自腹でも行きますよって言ったんですけど、まあ、その時はなんか電話出演になるって話で、話で、結局その話はポシャったんですよね。うん、でまあ今回こと 今年5月、えー、5月の5日か6日ぐらいにですね僕が公演で本を読んでる時にとリモートで出演しないかって話があってでまあ一応出演させていただいたわけなんですよね、うん、でまあ今7月になって今日は7月の2日ですけどねでまあなんかそのネットで見てるとどっかの女性週刊誌かなんかのネットニュースでなんか上沼さんの息子さん かなんかね、がなんかちょっとあんまり開作んのことをよく思ってなくて、あることないことを、神沼さんに吹き込んだんだみたいなことが書いてあって、ちょっとこれは僕はもう全く知らないことなんで、あのいいかげんなことは言えないんですけれども、まあまあ、今回の例に限らずですね、やっぱり身近な、神、まあ、沼さんからしたらですね、息子さんって言ったら身近な存在じゃないですか、身近な存在の人が、やっぱりあることないことですね、悪口をあの吹,き吹き込むというか、言ってるとね、 まあそのやっぱりその本当に実際ないことであってもですね、まあ、事実のようにやっぱ思えてくるっていうのはやっぱりあるともすり込みっていうのは絶対あると思うので、まあ、そこがやっぱりその上沼さんのその意見をですね、えー、変えてしまったんではないかなっていう部分はありますね。うんただまあまあ実際も今ねもうそれこそねまあご存じの方も多いと思いますけどその上沼さんの番組にねあのテレビの方ですけどエ,エミチャンネルかまあ出ることが決まってその当時2014年当時のね海作さんは何 かね、しくじ先生でもおっしゃってましたけれども、えー、芸能界引退することをね、まあそのえー、嫁サックに相談するぐらいとか言ってた時にその上沼さんの番組出演が決まったわけじゃないですかまあ、実はちょうどその頃僕も一回あのカイサックではなくて梶原裕太さんに「キングコングライブ」のねチケットをあの買うのでお会いさせて2回ほどねお会いさせていただいていて、まあ、その時のことも覚えてらっしゃったんですけどね、はあ、でまあ、そこからまあ6年が経つわけなんですけれどももう今やねもう200万人を超えるチャンネル登録者数を超えるもう人気 YouTuber でもありますから、ねまあ正直、まあ、別に番組が一つねなくなること自体は別になんてことはないとは思うんですけれどもねえまあ本当にね相方の西野さんはもう今やねもう何があっても燃えないというか、まあ、誰も西野さんを叩こうとしない状況ではありますけれどもちょっとカイさんなんか本当によく燃えてらっしゃるなっていうのがありましてねたまたねおくんはちょっとまだ2軍にいますけれどもですねあの活躍すると思いますのでねまたねおくんが一軍に上がった 1一一軍に上がった暁にはですねまた解釈のじゃないトに呼んでいただければと思いますので、はい、ちょっとね解釈さんが話題になっていて僕のところにも結構問い合わせというかあ来るのでちょっと映像にさせていただきますけど別に僕はあのねだんは解釈さんのところに絡みがあるわけではないのでですね何も特別な情報は知りませんのでねとりあえずあの応援しておりますので今後もご活躍を、ね、期待しておりますとりあえず根尾く君のことだけはね覚えてくださいね、はい、ではまたお会いしましょうさようなら。